さん、こんにちは、鉄道 SP チャンネルです。本日の動画はですね、こちらビート連勝 T 小田急電鉄1000型を買ったんで、そちらを開封していきたいと思います。じゃあね、早速ね、開封していきたいと思います。開けました。こちらでございます。前はね、まだね、これ開封してないんで、まあ、こちらを開封していきたいと思います。これプチプチなんかやるとストレス解消できますね。はい、こんな感じで飛び出しました。こんな感じでございます。小田急線型です。まあね、こちらね、まあ自動では読まないんでね、まあ、読みたい方はね、止めるのボタンを押して読んでください。では早速ね、まあ、開封していきたいと思います。というわけでね、まあ出ました。はい、まあこんな感じでパーツが入っていますね。今からね、ちょっとね、まあ、一つずつね、まあ、見ていきたいと思います。これから開けてみましょう。はい、こちらね、まあ、屋根ですね。あと台車のパーツと、あとガラスのパーツとなってます。まあ、こんな感じです。はい、こちらがですね、台車の、足回りのパーツになります。まあ、こんな感じです。あとこちらは台車です。あとね、もう一つね、まあ、台車の足回りの、まあ、レリーフパーツということで、こんな感じでございます。はい、こちらがですね、側面ですね。まあ、こんな感じでございます。こちらがですね、顔ですね。こんな感じでございます。なんか顔ですね、なんか京王急線系に少し似てますね。京王急線系の顔とちょっと比較していきたいと思います。なんかちょっと似たような感じになりました。まあ気のせいかもしれませんけど、なんか京王急線系の顔に似たような感じになりました。こんな感じでございます。はい、こちらが、中間車の、屋根ですね。両方パンダグラフ、両方パンダグラフありですね。あとね、こちらガラスですね。で、あとね、台車の、パーツっていう感じでございます。こんな感じです。ですね、こちら説明書ですね。説明書、こちらですね。まあ、これちょっとね、あの10両編成とかさ、あの8両編成するのはちょっとお金かかりますよね。まあ、これちょうど4両なんで、フル編成化は、まあ、お金があればしようかなと思うんですけど、ちょっと高いんで、やっぱフル編成とか。こちらがね、もうこちらステッカーでございます。箱根本、唐木田、新松田、本厚木、相模大野、片瀬橋の藤沢、多摩センター、町田、向ヶ丘遊園、
代々木上原新宿改装新店ですね。綾瀬行きとかって見たことないですね。綾瀬行きとか見たことないですね。線型の綾瀬行きは、まあ、もしかすれば昔走ってたのかもしれませんね。まあ、こんな感じでございます。まずはね、ちょっとね、まあ、組み立てていきたいと思います。はい、というわけでね、まあ、こんな感じで完成しました。前面の方向幕の行き先は、急行片瀬の島駅です。ですね、1号車からね、まあ、順番にね、見ていきたいと思います。こちらが1号車です。ですね、女性専用車両となっております。こちらが2号車です。パンダグラフがついております。パンダグラフはですね、ひし形パンダグラフとシングルアームパンダグラフ2つあったんですけど、やっぱり僕はね、まあ、シングルアームが好きなんで、このシングルアーム化のパンダグラフにしました。かはいりませんけどね。こちらがね、まあ、3号車ですね。こちらもね、パンダグラフシングルアーム化です。で、こちらがね、4号車となってます。本当はね、あれ、こちら10号車なんですけど、本日は4両なんで、これで4号車っていう感じにしております。ね、まあ、こんな感じでね、まだ僕の持ってるね、小田急線のビートルを並べていました。ですね、この右が小田急8000型で、で、真ん中が4000型、で、左が強かった、1000型となっております。ですね、まあ、ちょっと線形、いや、すみません、失礼しました。4000型のね、まあ、紹介動画、開封動画出したと思うんですけど、まあ、4000型ですね、ちょっと一つ加えたところがありますので、まあ、そちらを紹介していきたいと思います。まずはですね、こちらですね、まあ、ちょっと見てわかる通り、まあ、なんかシールになんかライトとかなんかあれ再現されてますね。そちらのなんかシールを印刷してライトをイメージしてみました。こっちがテールライトで、こっちがヘッドライトです。あとですね、行き先はですね、開封動画のね、撮った時にはね、準急綾瀬行きにしてたんですが、行き先を快速急行藤沢行きに変更しました。あとですね、こちら、連結器をね、こちらだけ塗りました。あとですね、こちら、扉のところにね、まあ、炭を入れてみました。側面の扉も、同様に炭を入れてました。ちょっと側面はちょっと分かりにくいんですけど、まあ、炭を入れました。ちょっと分かりにくいので、ちょっと。はい、こんな感じです。という感じです。あとはですね、8000型なんです。ですね、動画では紹介してないんですけど、ちょっと加えたところが一つあります。前はですね、こちらスカートがね、同じ形で、両方こっちと同じ形だったんですけど、スカートをね、加えて、まあ、違う感じにしてみました。まあ、僕はこっちのスカートの形の方が好きです。正直言って。っていう感じです。はい、というわけでね、まあ、以上、ビートレンショーティー小田急電鉄1000型の開封動画でした。ですね、ちょっと皆さんに最初言い忘れてたんですけど、小田急1000型のビートレン欲しい方は、下の方に Amazon のリンク貼っておくんで、そちらから、まあ、お買い求めできます。なので、まあ、欲しい方は探してみてください。というわけでね、まあ、以上、さっき言いました。すいませんでした。もしよかったらチャンネル登録、高評価お願いします。それじゃあね、バイバイ。